おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。えー、本日の放送は、ニャーニャーママこと YouTube の幸せ女性起業家大学のカノーリエです。カモさんの9月6日オープンする焼肉マフィア池袋で鍋オーナーになれる券2つ買いました。カモさん大好きなカノーリエさんの提供です。カノーリエさん大好きです。えー、応援の広告枠で、 さらに鴨頭義人の焼肉マフィアのオープン9月6日を応援してくださっているダブル応援本当に1週間ありがとうございます、えー、鴨頭義人の講座でまずはねオンライン講座のご案内ですね8月16日月曜日19時から鴨頭義人と学ぶよくわかる出版流通の仕組み勉強会オンライン講演会ございます え、これはあの、アーカイブもしますので、当日参加できない方でも、全然あの、参加することができますので、お申し込みいただければと思います。本が大好きな方や、いつか本を出版してみたいと思っている方や、もうすでにね、出版業界で関わっている方は、ぜひぜひご参加ください。えー、次がですね、これあの、コミュニケーションの学校も大人気ですね。全5回の、 連続講座、8月23日からスタートして、9月、10月、10月、12月までの、えー、前5回。リアル参加の枠がもう20人か、そこらしかもう残ってないって言ってましたね。リアル参加が約あと20名ぐらいで、えっと、定員です。オンラインの方はね、えー、まだお申し込みいただける状態になっていると思いますので、えー、鴨頭ガシラよしの公式ホームページでチェックしてみてください。コミュニケーションと人間関係の悩みが解決する講座になっております。 最後に、話し方の学校の入学体験講座が、9月ですね、大阪で3回あります。9月9日木曜日19時、9月17日金曜日19時、9月18日土曜日11時、大阪で話し方の学校入学体験講座あります。東京も1回だけありますね。9月25日土曜日11時から、東京で話し方の学校入学体験講座があります。いずれも、鴨頭嘉しひとの公式ホームページの方でチェックしてみてください。 え今日はですね、僕は本当に講演会とか YouTube でもね、よく言ってるんですけど、人間は自分が想像した通りの人間になると、えー、信じていますし、実体験としてもすごくそれがあります。もう、そう思ったら、そう、なんですよ。で、僕はもう、ま、講演会とか社会貢献活動でも、もう世界は変えられる、とかね。 うん、人は思った通りの人間になれるとかって、綺麗事ばっかり発信してるわけですよ。で、中には、そんな綺麗事の発信を聞いた時に、えいや、鴨頭さん、そんなに世の中はね、綺麗事ばっかりで成り立ってないんですよ。っていう風うにおっしゃる方もいるんですよ。で、それって僕ね、正解だと思うんですよ。その方は、そんなにうまくいくわけがないと信じてるんだから、うまくいかないんですよ。 そう思ったらそうなんですよでも違う人もいるんですよああそうか私は何者でもなれるんだってなって行動を起こしてなっていってる人もいるんですよ例えばえっとうちのカモビズのメンバーにもいるえみっこ、ね、40代からの体作りチャンネルこの前もねボイシーの、えー、応援枠を買ってくださってましたけど彼女は確か長野県諏訪市で僕がやっていた講演会に来ていてそこで もう多分、確か500人とか600人ぐらいいたと思うんですけど会長にもう YouTube やれと自分が価値ある仕事をやってると思うんだったら YouTube やるのやつはサボってるんだみたいなことを言ったらですねみっこは私にカさんが言ってると思ったそうなんですよこれも,もう私のためのメッセージだと思ってやんなきゃってなってそっから YouTube を始めて2年でチャンネル登録20万ですよねえ でもう門川さんから出版の依頼が来て本も出版されてというふうにやっぱりねそう思ったらそうなんですよもちろんその時に僕の同じメッセージを同じ場所で聞いていやそうは言っても YouTube とかとかえそんな全員が成功するわけじゃないし鴨さんはたまたま自分がうまくいったからそう言ってるけどって思った人も、まあ、いなくはないですよねでそれもちゃんと実現していると僕は思っています えー、そんな中またすごい人がいるのすごい人がいるのって僕は直接会ったわけじゃないんですけどその人のもうエピソード大好きなんですけど、えー、画家のダリですねサルバトルエ、えー、ダリあのー、見たことある人多いと思うんですよなんですよ有名な画家ってピカソさん有名じゃないですかでピカソの絵ってパッと見てよく分かんないですよねダリの絵はもっとよくわからない絵です もう足首だけがにょぎっと砂漠から出てるよねとかが普通にありますからね。で、これもうダリさん本人も言っていて、ダリの絵はダリにも理解できない。ね、親父役じゃないですよ。ダリさんがそういう風うに表現してるらしいんですよ。まあそういう天才、もう本当に天才中の天才画家。それがダリです。ただダリは、まあ気候も多かったと言われていて、例えば外旋門の下を 象に乗って歩いたりとかあ、ある時は講演会の依頼があって、えー、潜水服ね、海の中に潜る服を着て、なんか槍みたいなの持って、犬を2匹連れて登壇して講演始めたらしいんですよ。でね、潜水服だから、こうヘルメットみたいなの、宇宙服みたいな感じですわ、かぶってるから、もう何言ってるか分かんないんですよ、もご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 。 でもお客さんも「えこれ何?」と「誰が何がしたいの?」って多分なってたと思うんですけどそのうち誰に異変が起きるんですよなんか「ふう,ふう,ふう,ふうとかなってなん <laughs> でかっていうとその潜水服をかぶって喋ってるもんだから息ができなくなって死にかけたらしいんですよ <laughs> わかりますかねもうだいぶ頭おかしいんですよ で、ダリの写真ってインターネットとかで検索したら出てくるんですけど、大体、なんかげがビヨーンって上に伸びてて、目ぐわー開けてる、もう完全に変顔なんですよね。で、それらの、あ、ほら、なんて水飴で固めてたらしいんですよ。で、なんで人前に出た時にそんなだったか。これ実は親しい人はしてたらしいんですけど、ダリは人前に出ていない時は、すごく真面目で、 内気な人だったそうです。でも、自分は天才画家になるって決めたそうなんですよ。だから、自分は天才なんだと。それを言い聞かせて、天才のふりをし続けたそうです。天才だったら普通にマイクを持って講演会はやんないよなとか、天才だったら外線門を普通の格好で 歩いいいたりしないよなよっていう,ふうに自分なりの天才のイメージを自分で作ってそれを演じきるっていう生き方をされていたそれがダリですでそのダリの有名な言葉の中にまあもう本当に死んだ後もお弟子さんたちの中で語りつかせている、えー、話の中にですね「天才は天才を演じきればなれる」という言葉があるんです もう最高じゃないですか。自分は天才かもしれないと思い込めば、天才として振る舞うだけで、天才的な才能が自分の中から開花されるっていうことを証明した人です。ダリは 周りから画家としての才能を見出された人だったそうです。こっからは僕の想像ですが、周りからはすごい評価を得ていたが、もしかしたら最初、ダリはそれを受け入れられなかったのかもしれないと思ってます。いや、自分はそんな天才じゃないって。でも、周りの人が認めてくれるなら、天才的な絵を描いてみたいと思い、それならば、まずは自分自身を騙そうと思って、 天才を演じきっていれば天才になれる。そんな風に考えて行動していたんだと僕は思っています。えー、もしかしたら今ね、えー、お仕事をされている方とか日常生活を生きていて自分は何者でもないな。でも何者かになりたいなって思っている人がもしも今このボイシーの放送を聞,き聞いていたら一度自分を騙してみません自分は天才なんだ。 天才だったら今どう考え、どう振る舞うだろうって。別に人に私は天才ですって言葉で言わなくてもいいと思います。でもね、自分にその言葉を言い続けてみたら、もしかしたら眠っていた自分の中の天才性が、あ、表に出ていいんだ。そんな風に許可が与えられるんじゃないかと思います。それでは今日という一日が、 皆さんとって最高な一日になりますように。せーの。いいねーえ。今日は話し方の学校で天才的な授業をやってまいります。